涙が出そうになった。モルディブの海でダイビング中、現れたのは巨大なジンベエザメ。ですが、その体にはロープのようなものが絡みついていたのです。この映像を撮影したのは、現地で観光客の通訳などを務める西村ねなさん。もうただごとじゃないなって感じでした。でももうかなり衰弱しているような感じはあったと思います。そこで西村さんはツアーの参加者と一緒にサメの救出作戦を決行。持っていた携帯用の小さなナイフで切断しようとしますが、太いロープに苦戦。さらにダイビング自体を終了させる時だったので、タンクの残ってる空気ももう少ないんですよね。みんなタンクの空気が残り少ないというピンチ。そのため他のダイバーと交代しながら作業に当たらなければならなかったのです。そして取り掛かること40分、ついにロープの切断に成功。もう取れた瞬間をやっぱりやった人はもうハイタッチしてました。涙出そうになりました。このジンベエザメはお礼をしたいのか、しばらく西村さんたちから離れなかったそうです。